柴田達弘は、岡山県岡山市東区出身のプロ野球選手。右藤左打。横浜 DNA ベイスターズ所属。小さな頃からバットで遊んだり、物を投げることの好きな子供であり、小学3年生の時に、いとこの後を追って、少年野球を始めた。岡山市立三南中学校への入学後は、中学の野球部には入部せず、公式野球のチームである。 ヤングカープ岡山に入団。ヤングリーグで全国制覇を達成した。一貫して投手だった一方で、やがて打球を取ってアウトにするのが快感だったと内野手に集中し始めた。父の出身校である岡山理科大学附属高等学校に進学すると、1年生の秋からレギュラーに入った。しかし、甲子園には出場することができなかった。野球部の同期に、 藤岡博史大がいた。国学院大学に進学すると、一学年上の先輩に後に、プロでチームメイトとなる山下幸照がいた。守備の基礎ができていないことを強く感じ、キャッチボール、ノック等の基礎練習に力を入れた。二年生の秋から遊撃手に定着した。三年生になって、以降は21歳以下日本代表に選ばれた。2015年。 プロ野球ドラフト会議で DNA から3巡目指名を受け11月9日に契約金6000万円、年俸1000万円で仮契約した。背番号は31。2016年は開幕を一軍で迎え3月25日の開幕戦である広島東洋カープ戦ではプロ初打席でクリス・ジョンソンから決勝的自我を打ったが 翌日の3月26日にはボールを握り損ねて、2層の生還を許す、敵事失策を起死した。1年目は19試合の出場で打率、205 2打点だった。2017年は2年連続開幕を1軍で迎えた。5月6日の対東京ヤクルトスワローズ8回戦では、延長11回裏に、秋吉良からプロ初のサヨナラ敵時打を打つ活躍を見せた。 7月17日に出場選手再登録されると、田中博康、石川雄陽との併用で起用が増えた。石川が登録抹消されると、2番、二塁手でのスタメン起用も増え、9月10日の対阪神タイガース20回戦では、プロ初本塁打を打った。守備では光る場面を多く見せたが、その反面打撃に関しては88試合の出場で、打率23、233、 11打点と前年に引き続き、課題を残すこととなった。2018年は113試合出場も講師に、制裁を書き、デルタ社産室の王でマイナス0.4と課題の残る、シーズンだった。2019年はセカンドを中心に優敢を守り、本人、ウザはデルタ社産室で、チーム2位の6.0まで向上。打撃は打率。256にオプス。 705と大幅に改善し、準レギュラーの立ち位置となった。デルタ社産室の王は1.1であり、これはチーム野手5位の数字だった。2020年は主にショートとセカンドに起用され、110試合に出場し、自己最高の打率266、62安打、20打点、オプス708と大きく成長した。 またスタメン起用は61試合で自己最高となった。だが、2019年に比べて失策が3から6に増えた。オフの契約公開では、ショートでレギュラーを取り、3割打ちたいと目標を決め、1500万円アップの推定年俸5500万円となった。2021年は4月23日の阪神戦での守備中に左肩関節を脱球し、 翌日に登録を抹消された。6月17日の2軍戦で約2ヶ月ぶりの実戦復帰を果たし、6月19日に出場選手登録された。そして復帰後は校長だったが、7月9日の中日戦1回に中日の強打のスパイク左手に当たり、列勝した。その後、病院に行き、翌日に登録を抹消された。三浦監督は、 昨日病院に行って4針縫ったので抹消しました。前置はわからないですけど、ここ数日ではというところなので抹消しました年市の早期復帰を願った。打撃面は小柄な体格だが、パンチ力も備えており、しっかりと振り抜くスタイルでクリーンヒットが多い。選球眼もよく、四球も選べる。守備面では巧みなグラブばきと素早い動きに定評があり、 同じ二遊間のポジションを守る源田宗介、京田洋太、茂木英五郎、吉川直樹らにも参考にされている。2017年夏に中学3年生の時から交際していた女性と交際9年で結婚した。ありがとうございます。